国民制作による日本のテレビアニメ作品。2017年5月に制作発表が行われ、2018年1月から6月にかけて ATX 毎日放送、東京 MXBS11 にて放送された。異様の化け物、改まを払う、頂上の力を発揮する、お刀を持った、刀師と呼ばれる少女たちの戦いを描く。 本作の企画は2013年頃からプロデューサーらによって動いており、キャラクター原案の静間義則やシリーズ構成、脚本の高橋達也の間でアイデアが出て、2015年の冬頃から柿の下の広志大が参加した。この世には異形の化け物、新たまを払う方なしと呼ばれる少女たちがいた。特別再式動隊に所属する彼女たちは、 全国5カ所にある中高一貫校にて訓練を積む、傍ら、有事の際は、岡刀と特殊能力を用いて改まから人々を守っていた。岐阜のみの管学院に属する江藤かなびも、その一人であり、親友の柳狭いと共に日々研鑽を積んでいた。声は、テレビアニメの声優を、縁は、舞台の俳優を表す。鎌倉特別危険廃棄物漏出問題の、 解決後に紫と分離した大荒玉が人の形となって現れたもので論理矛盾により三体に分離しており、三体とも胸形三女神の名前が付けられている。本体は陰陽に逃げており三女神たちは誰かが他の二柱を取り込むことで本体の意志を得られるため争っている。 特定の一個体を指す場合は、姫と呼ばれる。ゲーム及び OVA の主要人物。ユイを除いて、全員テレビアニメ版の最終話にて、スタッフロール終了後のエピローグにセリフなしで登場している。OVA 版では、本編から1年後のストーリーのため、学年が一つ上がっている。以下の用語と、その説明は、アニメ公式サイトの用語集より抜粋している。 突起がない限り、歌唱は、江藤かなみ、十条期は、柳瀬舞、糸見、美、さやか、マシコカ小羽倉エレンによる。2クール目開始の前には、第1クール、大道編の総集編が放送された。月刊少年エースにて2017年12月号から2019年5月号まで、斉藤坂への作画で連載された。スクウェアエニックスより、スマートフォン用、アプリゲーム、 刀なしの巫女刻みし一戦の10日が2018年3月19日よりサービス開始。開発担当はゲームスタジオ、2021年10月29日をもってサービスを終了予定。江藤かなビ役の本土楓によるウェブラジオ、本土楓のとジラジが2018年7月4日より2019年7月17日まで、夫泉にて、 各週水曜に配信していた。2018年7月18日より2019年7月31日までは、アイディオのアニソン専門チャンネル、アニソンホリックでも放送していた。2019年8月より過去放送アーカイブスの DVD ロムが販売されている。また、2019年7月31日と9月25日には、YouTube ライブとニコニコ生放送で、 今度楓のとじらじ。生が配信された。ジャンプ J ブックスにて2019年7月19日に、シュシロアイによる、著、高橋達也による、ストーリー原案、静間義則のイラストで発売された。アニメ、刀タの巫女本編の1年前のストーリーである。アイアプレゼンツ舞台、刀タの巫女のタイトルで、2018年11月10日から11月14日まで。 東京の天皇図銀河劇場にて上演。ミニトジのタイトルで2019年1月より3月まで放送された。5分枠のショートアニメでミニキャラ化したアニメ本編及びスマートフォンゲームに登場するキャラクターたちを描く。スタッフ主題価格割スト放送局ゲームの OVA 作品が全後編で展開予定。発売に先駆けて2020年に先行放送及び、 配信が実施される。スタッフ主題歌放送局投資の御子刻みし、一線の投下に関するカテゴリー、ミニトジに関するカテゴリー、ありがとうございます。